ヨシフ・ブロツキーは、ロシアの詩人、随筆家。本名ヨシフ・アレクサンドロビッチ・ブロツキー。1987年にノーベル文学賞を受賞し、アメリカの警官詩人にも選出された。ブロツキーは、シレジア大学の名誉学位も保持していた。ブロツキーは、レニングラードのユダヤ人家庭に生まれる。父親は、ソ連海軍の写真家であった。第二次世界大戦では、 レニングラード包囲戦を生き残った。ブロツキーは15歳で学校を卒業し、潜水艦乗陸組に養成校に入学しようとしたが、希望は叶えられなかった。ブロツキーは、船番校として働き、その後内海になることを決意して、クリスティ刑務所の死体安置所で働く。その後もブロツキーは、病院、船のボイラー室、地質調査など様々な職を経験する。 この頃ブロツキーは、独学で様々な内容を学ぶ。ブロツキーは、英語とポーランド語を学び、チェスワフミウォシュの作品翻訳を行った。それと同時に、古典的哲学、宗教、神話、イギリスやアメリカの死に深い関心を持つようになる。後年、ブローツキーは、ゴミ捨て場を砂取って、本探しを行ったことを認めている。 ブロツキーは1957年頃から詩の著作と文学作品の翻訳を始めるようになる。ブロツキーの作品は政治色がなかった。若きブロツキーはブロツキーの作品を読んだアンナ・アフマートバから励まされ影響を受けるようになった。1963年にブロツキーは逮捕され、1964年に当局から規制の罪で告発された。 ブロツキは5年の国内流刑及び強制労働が言い渡され、アルハンゲリスクで18ヶ月間服役した。エフゲニー・エフトゥシェンコやジャンポール・サルトルといった国内外の著名人の抗議により、1965年に刑は減刑された。1964年にレオニード・ブレジネフが政権を握り、フルシチョフの雪解け期間が終了するとと,ともに、 ブロツキーの死のうち4作がソ連で公表された。ブロツキーは検閲された作品の公表を拒絶し、ブロツキーの多くの作品は西側及び地下出版で発表された。1987年、ノーベル文学賞を受賞。ちょうどロンドンのハムステッドでジョン・ルカレと昼食を取っていた時に受賞を知らされたことがルカレの回顧録に記されている。 1996年1月28日、心臓発作のためブルックリンの自宅で死去。55歳没。ブロツキーは1972年6月4日にソ連から国外追放され、1980年にはアメリカの市民権を得た。ブロツキーはミシガン大学で教鞭を取り、その後コロンビア大学、ニューヨーク市立大学クイーンズ校、スミス大学、 イギリスのケンブリッジ大学の客員教授でもあった。マウントホーリーヨーク大学の文学教授でもあった。アイ・バーリン、バーリン先週に時代と回想岩波書店舎、1983年、P227。ジョン・ルカレ、加賀山拓郎役、地下道の歯と、ジョン・ルカレ回想録、早川書房、2017年3月15日、188から190ページ。 ありがとうございます。